な花言葉は愛情の絆、結束、明日も爽やかに、あなたに絡みつく。2つの花言葉いきます。白は溢れる喜び、固い絆。青は短い愛、儚い愛。紫は冷静、平常。赤は儚い情熱的な愛。ピンクが安らぎに満ち足りた気分。名前の由来は朝に咲かせる、朝に咲かせるやろ、朝顔って。だから朝の美人の顔って表していて、で朝の顔花っていう意味から来てるんだけども、顔花の漢字が、あの顔に、この顔に花じゃなくて、容姿のように花って書いて顔花で、それは美しい花を意味する。で朝の顔花って言われることから、そこから朝顔ってきてる。で朝顔は奈良時代の末期に中国から伝わって、ただ当時は、お花を楽しむわけじゃなくて、下剤として、薬ね、下剤として、最初伝わってきて薬として扱われてました。それから後々下剤として使われて、後々いや花綺麗やんってなって、そこから観賞用としても育てられるようになったのが朝顔の始まり。朝顔は江戸時代にすんごい人気が出ます。はい、江戸時代になぜ人気が出たのかというと、江戸時代にめちゃくちゃでかい火事があってですね、大きい火災があって、もうそこら辺が更地になっちゃったんだよね。もう緑とかも全部なくなっちゃって、すごい寂しい姿になっちゃって、火事のせいで。だけどそこに種をまいた、朝顔の種をまいたら突然変異して、めちゃくちゃ珍しい朝顔が咲いたんだって。でその珍しい朝顔に人々の注目が集まって、そこから朝顔って何やねんみたいになって、そこから人気が出た。で、まあ人気が一時的にこう爆発的にこうアップしてもさ、落ちる時ってあるやん。でも朝顔に関しては落ち続けず、明治までねすごい人気を保ったんですけど、その人気の引き、人気の、その人気をずっとね維持させた人、人気に拍車をかけた人がいるんやけど、それが成田屋留次郎さんっていう人。成田屋留次郎さんなんやけど、その方は自分のことを朝顔師って名乗るぐらい、本当朝顔のことばっかりなんか研究したりとか、その何、朝顔の品種改良を頑張ってしたりとかすごいしてる人で、で園芸の本も出すぐらいすごい人 で朝顔の品評会を主催したりとかね、そういうこともしてたから、その人が頑張ったおかげで朝顔がずっと人気がずっと保ち続けて、で明治になってからは朝顔市が開かれることを、人気が衰えることなくずっとね人気があのあるお花だったそうです。それで、まあ、朝顔市とかもあるぐらい、まあ、昔からね、奈良とか江戸から、江戸時代から本当に人気が衰えずずっとあるお花っていうことで、歴史的にもねすごいみんなに愛されてるお花なんですよ、この朝顔っていうのは。でさっき朝顔の名前の由来のところで、朝に咲くからって言ったんだけど、まあ、確かに朝咲いとるけど、あれはなんで朝咲くかと言ったら、太陽が関係しとると思うやろ普通。朝だーって思って朝顔が咲いてるわけじゃなくて、あれは朝顔、夜の時間がすごい大事で、朝顔にとって朝顔のつぼみに光が当たらない時間が10時間続くとってか、10時間足した瞬間に花が開き始める。だからたとえ朝じゃなかろうが、10時間影の時間が続く、日陰の時間が続いたら花は開き始める。で実際は多分朝になって開き始めるんじゃなくて、ただまだ太陽が出らん朝方のまだ薄暗い時ぐらいから咲きようはずないよね。朝顔はどっちかって言ったら太陽が当たらない時間が重要っていうね。じゃあつぼみに太陽が当たらない時間が重要なら、つぼみにずっと電気を当て続けたらどうなるかって言ったら、花が開かんらしい。それももしかしたらなんか自由研究とかでいいの。つぼみにずっと電気を当て続けたら、つぼみ自体は大きくなるんだって。大きくなるけど花が開くことはないんだって。じゃあ朝顔、昼顔、夕顔、夜顔っていう、まあ3個めちゃくちゃ似た名前があるんやけど、それは何が違うかって言ったら、答え仲間じゃないのは夕顔が仲間じゃないです。朝顔、昼顔、夜顔は同じ昼顔か、夕顔はウリ科で、丸いウリとかひょろ長いウリができるんやけど、その昼顔のウリを細長く削ったものを乾燥させたらかんぴょうになる。昼顔は朝顔と違って観賞用じゃなくて野草として生えてる花で、まあ、雑草みたいな感じかな。観賞用で育てることはありません。昼顔に関しては、朝顔は朝咲いて昼にはしぼんけど、昼顔は昼になってもしぼまないから昼顔っていう名前がついてて、道端とか、そうね、そこら辺に咲いとうかな、雑草と同じ分類 で一度生えたらもう根がねほんとしぶとい子らしくて、雑草魂がすごいみたいです。で夜顔に関しては真っ白なお花が咲いて、逆にこの子は朝顔と反対で夜に咲くお花で甘い香りがするんだって。色について、なんでお花の色が変わるかって言ったら、アジサイと同じアントシアニンっていう成分がアジサイにもあるんだよ。朝顔のお花自体が何層もの細胞によってできとっちゃね。でもそのうちの何層もの細胞のうちの、表と裏の一番外側の細胞にしかその色をつける色素っていうのがなくて、あの色を出してるのは一番外側、表と裏の一番外側の細胞があの色を出している。そして、朝顔は土に影響されるんじゃなくて、お花自身にある、細胞の中にさらに液胞っていう液が入った袋があるんだ、朝顔さんは。その液胞の中に入ってる液で色が変わってるっていうふうに言われてて、ちょっと分かりやすく説明したらね。で朝顔に関しては自分自身で全く土は関係なくて、自分自身の中にそういう液胞っていう液が入った袋があって、それで色を左右されとって、で咲いた頃はほとんど青なのに、なんで
しぼむときには枯れるときにはピンクになってるのかっていうのは、あの青色を発色するのにはね、まあ、例えば細胞を使って発色してるわけやん。あの青色を出してるのってすごい朝顔自体がめちゃくちゃエネルギー使うんだって。だけど夕方にかけてしぼむっていうことは、まあ、枯れる、一個枯れてるってことなんやけど、枯れるってことは細胞がどん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 死んでいってるね、お花の細胞が。っていうことはもう細胞が死んでいきようっていうことは、要はもう元気がなくなりようわけ。でけん、その色を持続するその液の、その液本の中のね、液の、水素イオン濃度っていうのを上げんといかんだけど、それを上げる元気がないかつ、その液本の袋の、まあ、液本の袋のさ、表面がすごいあの膜みたいなので覆われとるんやけど、その膜にちょっと穴がやっぱどんどん開いてくる。でそれで液が漏れ出して、あの漏れ出すっていうこともきっかけで、どん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 その液本の中の水素イオン濃度が低くなっていくから、酸性、なっちゃって、酸性に近づいてちゃって赤色に変わるっていう。色水とか朝顔を絞って作るやん。もう朝顔自体にそういう色素があるから、絞ったらああいう色が出てきる。で絞った色にレモン汁とかを入れたら色が変わるっていうのは、朝顔自身にアントシアニンもあって、そういう色をつける色素とかその成分もあるからこそできるっていう。で白いアジサイとかは、細胞で、何層もの細胞で朝顔できとって言ったやん。その細胞の一個一個、その遺伝子、なんか人間と同じようで遺伝子があるんだって。朝顔さんにもどういうその遺伝子の系列っていうか、その遺伝子の並びみたいなのが、それがちょっと突然変異とかでちょっとなんかおかしくなったりとかしたら、その色に影響されなくなっちゃって真っ白なアジサイが咲くとかって言われてる。ちなみに鶴にも秘密があって、ストーリー流しとったけど、鶴は、左回りでどん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 成長していくんやけど、なんで左回りに成長するかって言ったら、ひまわりの時も言ったけど、ひまわりは太陽に向かって伸びてるんじゃないよって、茎の成長が関係して回ってるんだよっていうふうに言ったけど、朝顔も全く同じで、成長のスピードが内側と外側で違うから回転していく。ちなみになんで違うかって言ったら、朝顔のつるって刺激を感じれるんだって。だから、まあ、こう支柱があったとして、支柱にこうやって巻きついていくよね。巻きついてる部分の内側のつるは刺激を感じて、刺激を感じると太く短くなる性質があるんだって、つるって。でも外側のつる、外側は何も触れてないやん。だから刺激が全くない状態やん。だからぐん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 内側と違って伸びていく。だから内側と外側に、成長のスピードが違うことによって、ひまわりと同じで円を描くように、やけん回転して伸びていくけん、なんていうと、何か捕まるものがあったらもう自動的に巻きつくわけよ。回転して伸びていくけん。で種は、朝顔の種、みんな想像してみて、めっちゃ硬くない？硬いよね。あれは皮が分厚いから硬いんだけど、じゃあなんで皮があんなに分厚くなってるのかっていうと、一個は環境から自分の身を守るため、まあ暑すぎる環境だったりとか、寒すぎたりとか、例えば、乾燥しすぎとかで自分の身を、自分の種、自分自身がなんか、腐っちゃわないようにとか、ダメにならないように自分の皮膚を、厚い皮で覆って守ってる。2個目は、果物とかと一緒で、自分を食べてもらって、遠くに運んでもらって、糞として落としてもらうためなんやけど、要は、まあ、例えば鳥とか動物に食べられた時に胃の中で消化されたら、そもそもうんちとして出てこいやん。だけん自分がうんちとして出してもらえるように、自分を分厚い皮で守ってる、消化液に負けないように。で3つ目が、成長しやすい環境かどうかを、その自分が例えばポトってそこに落ちた時に、ここは自分が成長できる場所だなっていうのを見極めるためって言われとって、それはなぜかって言ったら、植物なんでもそうだけど、水がないとやっぱ生きていけん植物はほとんどよね。ということは、じゃあ例えばめちゃくちゃ乾燥したところに落ちたとして、時間が経っても自分の周りの川ってカピカピやんってなったら、ここ水ないやんってわかる。その代わり水があるところに落ちた時に、自分の川が時間経ってふやけてきたら、ここ成長できる場所じゃんみたいな、というのが朝顔の秘密です。朝顔自由研究に超おすすめ。だからつるももどっち周りで巻きつきようかっていうのは見れるし、で1時間に1回転ぐらいするんだって。例えば、まあ、5時間ごとにつるの観察をするとか、あと種を、じゃあちっちゃくてちょっと無理かもしれんけど、カッターとかで半分こに分けてみるとか、分けてみて種の観察をしてみるとか、何紙袋かぶせてみて、花が開くか開かんかみたいな、1個だけずっとかぶせたままにしとって実験してみるとか。で朝顔は海外ではね、モーニンググローリーって言われてますよ。朝の輝き。ということで、そろそろ迎えに行きたいと思います。みんな聞いてくれてありがとう。